舞鶴赤十字病院は、京都府舞鶴市にある医療機関。日本赤十字社が運営する病院である。舞鶴市、綾部市北部、宮津市南部及び福井県からの来院者が多い。立地環境から医療圏が比較的広く、外来主導型の病院である。眼科、整形外科の受診者が多い。京都府立医科大学医局の関連病院として、 医師派遣が行われているが、森林省研修医制度が始まった平成16年以降は、京都第一京都第二赤十字、京都大学医学部からの医師増援も行われている。大規模災害時は、全国の赤十字病院と連携して救護隊の派遣を行っており、阪神淡路、東日本、熊本等の大地震救護のほか 台風などの水害救援にも救護隊の派遣を積極的に行っている。戦時中の1943年に舞鶴市と東舞鶴市が合併して現在の舞鶴市が誕生したが城下町として発展した西地区と軍港都市として急速に発展した東地区とは都市の性質が異なりまた漁師街地が五郎が竹で隔てられている地理的要因も 相まって、終戦後再地区を中心に合併解消の住民運動が発生した。また、国立舞鶴病院、舞鶴共済病院はすでに旧東舞鶴市外に設立されていたが、終戦後、昭和22年に設立された舞鶴市民病院までもが、旧東舞鶴市中心部に立地することとなったため、医療サービスが偏在することになり、 西地区にも誘致を希望する市民の声が強く上がり始めた。そうした背景もあり、1950年には旧舞鶴市側の申し入れで舞鶴市再分離の住民投票が行われた。住民投票では市民の過半数の賛成があったものの、決定権を持つ京都府議会で否決されたため、結局市の再分離は実現しなかった。しかし、西地区住民から、 医療施設偏在解消を求める声は根強く、これに応える形で、旧海軍交渉の建物を改修整備して、昭和28年6月に、一般病床90床に、内科、外科及び放射線科の参加で、舞鶴赤十字病院が発足した。2014年に竣工した東館には、京都府北部地域最大のリハビリテーションセンターがある。また、 東館2階部分に東舞鶴より移転した舞鶴市民病院との連絡通路が設けられており、定員患者及び療施設の職員の往来が可能となっている。1階部分には京都府緊急時放射線検査施設がある。一般百姓地域包括ケア病床50床、回復期リハビリテーション病床48床。ありがとうございます。